皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は1日 Vlog ということで、ちょっと母とカフェ巡りに行ったり、ちょっとバレンタインのチョコとかを買う予定なので、その様子をちょこっと撮っていって Vlog などにしてまとめてみたいと思います。今日はクラシカルコーデということで、ベレー帽は島村さん、これも島村で、こちらのコートはマリアピピさんのコートを着ています。もちろんバッグも島村です。結構大容量に入るので、これはめちゃめちゃ使い勝手がいいので、結構クラシカルコーデの時はこのバッグ茶色を使っております。それでは行ってきたいと思います。靴は島村さんの靴、茶色です。そしてバッグも島村さんの茶色です。小物は茶色で合わせてみました。サマーベレーも島村さんです。お洋服はトワルドジュイ柄の島村さんとのコラボです。大人っぽい柄なんですけど、茶色とくすみピンクな感じで、クラシカルで可愛いワンピースです。今日はとってもいいお天気ということで、空を撮ってみました。電車に乗ってます。天気がいい日だったので、とっても暖かかったです。日本橋三越にやってきました。目的はデメルのチョコレートを買いに来ました。どれもパッケージもめちゃくちゃ可愛くて、どれを買うかめちゃくちゃ迷ったんですけど、結局大好きな猫のシサを買ってしまいました。ちょっとギリチョコ的な、友チョコ的なものを2つ、こちら猫のシサのチョコレートのミルク、甘い味ですね、とあと限定で売っていたものがあって、こちらピンクの3000円したんですけど、それは自分用に買いました。続いてコレド室町2にやってきました。ここで母と待ち合わせです。目的は欧風カレーを食べに来ました。ガフィアルというお店なんですけど、ちょうどランチをやっていたので、ランチを食べたいと思います。ここのカレーを食べるのは2回目なんですけど、欧風カレーでとっても美味しいカレーなんです。メニューもいろいろ迷ったんですけど、今回は A の野菜&チキンにしてみました。はい、カレーをいただく前に、まずは100円でつけたサラダをいただきたいと思います。やっぱり栄養も考えて、サラダね、大好きなので毎回追加で頼んじゃうぐらい好きです。はい、カレーがやってまいりました。ご飯にチーズが乗っていて、2種類のカレーと福神漬け、らっきょう、バターがついています。本当にどれも美味しそう。はい、そしてじゃがいもも、じゃがいもも熱々でめちゃくちゃ美味しかったです。母も2種類のカレーで、母は野菜とあさりにしていました。じゃがいもが可愛く見えますよね。じゃがいもにはバターをつけて食べるそうです。はい、こんな感じです。もうカレー大好きなんですけど、いろんなカレーあると思うんですけど、私は欧風のカレーが一番好きです。ここのカレーは甘口、中辛、辛口と辛さも選べるので、私は中辛にしてみました。そんなに辛くなかったです。美佐子のもぐもぐタイム、失礼します。今回島村さんのワンピースとアクセサリーもすべて島村さんコーデです。ベレー帽も島村さんで、バッグも島村さんで、自分のコラボを全身に固めてやってまいりました。ご飯にチーズがまぶしてあるので、すごく濃厚で、カレーとの相性もバッチリで、
ついついご飯が進んじゃいますよね。野菜とチキンのコンビネーションなので2種類のカレーが楽しめてとっても美味しかったです。そしてこのじゃがいももホクホクでバターをつけて食べたんですけど、皮ごと食べれるぐらい柔らかくてカレーとの相性もバッチリでした。日本橋でオフィス街でもあるのでお昼時は結構混んでいると思うんですけど、私が行ったのが15時ぐらいだったんですけど、通しでやってくれているお店なのでちょっとお昼の時間をずらしていくと空いてゆっくりと食べれるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんも欧風カレー好きな方は行ってみてください。はい、ということで今回のトワルドジュイ柄すごく可愛いですよね。サイズ展開も豊富なのでぜひご予約お待ちしています。ご予約や詳細は概要欄をチェックしてください。ブラウンの小物で合わせると春夏秋冬いつの季節でも着れるワンピースになっています。またまた三越にやってきました。デパートの中毎回見ても重厚感があって海外にいるような気分になれるデパートですよね。デパートの中大好きです。目的はカフェウィーンにやってきました。大好きなカフェの一つなんですけど、ここはザッハトルテが有名なお店です。いろいろなケーキがあるんですけどザッハトルテがおすすめです。メニューでは食事メニューもたくさん豊富にありました。コーヒーやスイーツメニューもたくさんあるんですけれども、今回はもちろんザッハトルテを頼みました。割と年齢層が高めなお客様が多い日でしたね。着物を着たご婦人もいらっしゃいました。ということで母と2人でゆっくりとカフェタイムを楽しみたいと思います。今回の島村さんコラボ、バッグは大容量でたくさん入ってます。大きめの化粧ポーチも入ったりヘアアイロンも入ります。注文してたものが到着しました。母が飲むのがアールグレイの紅茶、私はコーヒーを頼みました。こちらコーヒーなんですけどチョコレートリキュールが入っているコーヒーで、上に生クリームがたっぷり乗ってます。こちらが名物のザッハトルテです。上には濃厚な板チョコ、スポンジと組み合わせて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。コーヒーは甘くないので甘いケーキと一緒に食べるとめちゃくちゃ相性が良かったです。結構クリームが濃厚で美味しいんですけど、私はブラック派なんですが鼻にクリームがつきそうになりながら飲んでおります。チョコレートリキュールが入っているということだったんですけど、お酒があまり得意ではない私でもそんなにお酒っぽいなっていう感じをせず飲むことができました。最近カフェ、純喫茶などが流行ってると思うんですけど、こちらのウィーンは本当にクラシカルな感じのカフェになっていて、お洋服もクラシカルなお洋服を着ていくととっても相性がいいので、ぜひ皆さんも日本橋の三越の2階にお店があるのでぜひ行ってみてください。コーヒーも美味しかったですし、もちろん名物のザッハトルテもおすすめです。お腹がもっと空いてたらパンケーキも食べてみたかったので、今度はパンケーキも食べてみたいなと思います。飲んでいたら3層になりました。ちょっとずつクリームが溶けていって、それもまた味変で美味しかったです。こちらがザッハトルテです。割と甘すぎずっていう感じのザッハトルテで、
ちょっとオレンジっぽいリキュールが間に挟まっているので、さっぱりとした感じのザッハトルテになっています。今度海外に行ったら本場のザッハトルテ食べてみたいなと思いました。母といろいろな話をしながらカフェタイムを楽しんでいます。日本橋はよく行くんですけど、可愛いカフェもたくさんあったり、クラシカルなカフェも多いので、皆さんもぜひ日本橋のカフェ探索してみてください。ウィーンはとってもおすすめです。入り口もとっても可愛いですよね。すっかりお腹がいっぱいになったので、歩いてちょっとお散歩をしながら日本橋を楽しみました。こちらはキリンの翼名物ですよね。あったかい日だったのでお散歩も楽しかったです。バレンタインが近かったのでデメルのチョコレートを買いました。こちらは猫の舌のチョコレート、こちらが期間限定の猫の舌のチョコレートなんですけど、トリュフのチョコレートということなので、このね3つしか入ってないんですけど3000円しました。ちょっと高級なチョコレート、1本1000円っていう感じのチョコレートなんですけど、この期間でしか発売されないということなので、ちょっと奮発して自分にご褒美ということで自分チョコを買ってしまいました。日本橋でのカフェ巡り、ゆるい Vlog ありがとうございました。